こんにちは、はい、さあ豊さん、あいよいよ土曜日です。な、はい、クライマックスシリーズファーストステージ、はい、セリーグはカープとベイスターズが戦います。で、パリーグはロッテと、ソフトバンク戦うというところで、じゃあズバリ CS 大胆予想、どこが勝ち抜くか。やめてくれって言ってるやつがいるそ うちのチームを出すなみたいなそう絶対裏が出るみたいな、はい、ほっといてくれよあくまで予想なのでね。あくまで予想だからほっといてくれよな楽しんでください皆さん。で、まずセ・リーグから、はい、それぞれもう記事に、先発、そうだな、1戦目2戦目の先発予想が出されています、はい、でカープは床田投手を1戦目で、2戦目に森下投手で、うん、1戦目2戦目のブルペンに大瀬良投手と栗投手を置くというのを新井監督が話されたと。まあ、第2先発みたいなね、はい、まあ、そんな感じで使おうとはしてるよね。そうです。でもし3戦目まで行って栗投手と大瀬良投手が登板機会なければ、そこに先発に2人をどちらかを当てると、まあ、まあどちらかというかもう、ね、あとは2枚で、はい、行くっていうような、まあ、そんな感じだろうけども、はい、いや大瀬良の動きはどうだったのかなっていう、うん、こう相性がね、はい、DeNA とは割といいんだよね、はい、だからそこら辺で大瀬良をどういうふうに使うかなっていうふうに思ってたら、うん、まあ、第2先発ということで、まあ、肘の状態があんまり良くないんだろうね、まあ、話に聞くとね、はい、まあ、それでも無理してねローテーションを守り抜いたけどもね、はい、まあ、これすごいなと思うけど、そうです、ね、まあ、だけど大瀬良の状態がどうなのかっていうのが一つ気になるところだよね、うん、そうです。まあ、床田森下っていうのは、まあ、床田はね受賞してるし、はい、まあ、森下っていうのはこう修正能力高いし、まあ、能力も高いしね、まあ、投手陣はそういうふうに編成をしたということだから、はい、まあ、これはちょっと厄介になってきたよね。そうですよね、うん、でそこと対戦するベイスターズの先発というのが、はい、1戦目床田投手と当たるであろう投手が東投手、うん、まあ、東はね、はい、セ・リーグで一番勝ったピッチャーだし、うん、まあ、勝率もいいしね、はい、だからまあそれはもう鉄板で東行くだろうけども、そうですね、はい、で2戦目森下投手と当たるであろうピッチャーが今永投手、うん、はい、まあ、今永も奪三振王でしょ、はい、勝ち運がないんだよね今年、うん、だからまあそこら辺がちょっと心配だけども、大貫とか、はい、絶好調だけどね、いいけどね、なぜ大貫投手なくてここで今永投手というの、やっぱ信頼度と、やっぱこうエースという風な扱いを今永をずっとしてきたから、はい、まあ、そこら辺での、まあ、プライドというか今永の気持ちを考えたのかなっていうような気はするけど。で3戦目になった場合、ここでバウアー投手、うん、というのが記事には出てたんですけれども、俺はそのファーストステージでも負けるとかね、はい、まあ、例えばそのファイナルで負けるとか、うん、いやこの CS の権利っていうのはやっぱこう日本一になるためのことでしょ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱバーバーを使うんだったら後々のこと考えてよ、はい、阪神との対戦を考えた時にやっぱりこうバウアーが中呼んで回れるっていうことになってくると早めに使っといた方がいいと思うんだけどね。じゃあもう1戦目からバウアー投手でもファーストステージはいいぐらい、うん、だから途中でバウアーが投げても今永よりは勝ち星は上だからさ、はい、だからそれのポテンシャルを持ってもう 100% だって言ってるんだったら、うん、その日本一になるための道のりを考えた時にね、はい、バウアーが多く投げれた方が得は得だと思うんだよ ね、うん、そうですね。だからそこら辺をどう考えるかだな、まあ、18日からがいわゆるファイナルステージなので、そうそうそう、逆算していくとやっぱバウアー投手はそうですね、一つでも多く投げて、うん、だから第2戦で投げれるんだよね、はい、でも東は投げれない。そうですね、中6日、はい、中5日もしくはね、うん、開けるとしたらそうなった時に頭で大貫を使おうとしてるのか、あ、阪神との頭で、そう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 、だから、まあ、そこら辺の思惑っていうのがね、はい、どう出るかだよね。そうですね、だからまあその時の状態もあるだろうし、でシーズン終わってからそのクライマックスに向かうまでの間のその状態っていうのがね、どういうふうに測ってるのかわからないけども、はい、まあ、社会人と練習試合やったりだとかはしてるけどね、まあ、どうなんだろうなそこら辺がな。そうですね、うん、あのまた本戦とはまた違うので雰囲気とか、うん、でね成績をこう見比べた時にそんなに差はないんだよね、はい、で盗塁の数だけまあ広島の方が結構ポーンと抜きん出てるんだよ、うん、まあいいピッチャーが投げるからそんなに打撃戦っていうことはちょっと考えられないし、うん、まあ、あとは守備力走力、まあ、これを加味して考えると、あ、
どうだろうな、広島の方が有利っていうことは考えるよね。まあ、足だったりとか守備力っていうのはそうですね、うん、まあそうなん、まあ、だけど、じゃあ DeNA はどうなのかって言ったら、いやー難しいけど、DeNA の方が投手力っていう面ではちょっと上回ってる感じがするんだよね。やっぱ先発だったり、先発特にね、はい、ただ新井監督が第二先発を用意したでしょ、はい、ここが鍵だよな。大瀬良投手と栗投手、ただピッチャーの交代期っていうのをどう考えていくのか、これはやっぱこう第二先発を持ってきた時には難しいよ。そうですね、 DeNA スパッといくのか、はい、それともって悩むのか、まあ、ここら辺は面白いけどね、今から考えると。そうですよね、うん、あとバッター陣で見ると、例えばカープ坂倉選手をキャッチャーにするのか、相澤選手キャッチャーでいくのか。これはもう前々から相澤をキャッチャーにしてファーストに坂倉を使った方がいいって、うん、これは打線の厚みを増すことと、まあ、相澤もバッティングはね勝負強いし、うん、あとはやっぱキャッチャーとしての落ち着き経験、うん、まあ、そういうものを考えたときに、まあ、それはね、チームを預かって坂倉を成長させなきゃいけないっていうふうに考えたときに、やっぱここで使わないと、いつ使うんだって思うけど、はい、でも本当に勝ちたいんであれば、やっぱ相澤をキャッチャーにして、やっぱバッティングを優先して坂倉をファーストに持っていった方がバランスは取れるかなっていうような感じはするけどな。そうですね、もうバッティングに専念してもらうってことですよね、坂倉選手に、うん、そうそうそう、ここはね。そうですよね、うん、あと小園選手は何番で使った方がいいですか。小園はやっぱ3番だな。あ、3番なんですね、うん、やっぱ状態がいいよ、はい、フェニックスでも打ちまくってるし、うん、状態はかなりいいね、はい、まあ、それで、まあ、1番に野間が使えるんだったら、あ、そうですね、野間とか、はい、まあ、秋山とか、お、はい、うん、とか、やっぱ小園を中心に考えた方がいいと思う。まあ、今一番調子が乗ってる小園選手、うん、そうだね、うん、だから、まあ、小園1番でもいいんだけど、俺はなんか3番の方が勝負どころで回ってきたところで働きそうな気はするし、はい、あと末金、うん、末金選手、はい、ポイント握るのがね、これはなぜかというと、やっぱ東と今永が 1,2 戦で来るんであれば、はい、やっぱね、どういうバッティングを見せてくれるか、うん、まあ、そこら辺も鍵だと思うしね。あと堂林選手はベンチに代打として取っておいた方がいいんですか、それともやっぱこうスタメンでどうなんですかね。まあ、やっぱり右って相手が左って考えると、やっぱり右を使いたいよね、うん、まあ、そうなってくるとレフトでもいいし。うーん、西川龍馬選手がはセンターで、センターで、うん、でライトが正解ね。秋山選手は、まあ、秋山は状態によってちょっと変わった方がいいかなっていうような、そんな感じがするよね。じゃあこれ対するベイスターズだと、これ1番は桑原選手は、桑原の状態によるんだよ、そこですよね。まあね、その試してたのは林1番、はい、2番関根、うん、で3番太田、はい、そうだな、まあ足が使えるって言ったらやっぱ林で、ずっとその終盤から林を1番につけてるから据えてるからね、やっぱ足を使いたいとか、まあいろいろ考えてるんだろうけども、どうなんですかね、こういう短期決戦の1番2番っていうのは、だから経験実力者のその佐野がいないっていうのはここに来たら痛いね、はい、レギュラーシーズンだったら別に、うん、太田でも状態によっては、うん、まあ、穴埋められるかなと思ってたけども、やっぱこの一発勝負で林がまだ成長しきってない、まあ、バッティングにしたってね、はい、厳しい攻めを攻められる、されるっていうふうに考えると、やっぱ太田一番とかね、うん、ああいうので勢いをつけたいっていうふうには思うだろうけども、まあもう林と心中するっていうんだったら、まあ林一番、そうだな、2番関根、うん、3番太田、うん、うん、になるかなっていうような感じがするよね。そうですね、うん、やっぱりね、牧と宮崎の前にやっぱり塁に出んことにはやっぱ話にならないと思う。だから1戦目床田、2戦目森下って言ったら1番を変えてくる可能性があるね。お、まあ、例えば1番桑原にして、で2番関根にする可能性もあるよね。で3番太田、うん、まあ、難しいなそうです、考えれば考えるほどいろんな案が出てきちゃうんですよね。まあまあそうだな、そうなんですよ、うん、
だけどここら辺はやっぱこう点を取らないと話にならないし、ベイスターズそうですよね。いやまあ両分ね、はい、だから点が取りやすいのは何かっていうことを考えると、やっぱりこうその林っていうのも悪くはないんだけど、床田に対して左対左に対してどうなのかなっていう、に2戦目の森下だったら、はい、まだね対応は効くと思うけど、やっぱ床田がハマった時っていうのがな、なかなかやっぱこう左対左で難しいからな、はい、ここら辺がどう考えるかだな。初戦そうですね、ベースターズ、まあ、状態にもよるよ、今の状態にもよる、はい、ただやっぱり一番に林がね塁に出た、やっぱ足を使わなきゃいけない、まあ、そうなった時に、まあ、関根を使ってんのか桑原を使ってんのかね、床田の時は、はい、まあ、そこら辺で仕掛けられるかどうか、やっぱね仕掛けないと、うん、なかなか点が入りそうでもないよ、うん、やっぱり両軍のピッチャーいいからね、うんうん、そうなってくると、まあ、阪神と戦うためにもやっぱ仕掛けっていうのはしとかないと難しいと思うな、はい、阪神の方がピッチャーまたいいからな。そうなんですよね、うん、だからやっぱ仕掛けっていうのを考えたら、まあ、日本一の取りに行くって言ったらやっぱこう総力が必要だという、うん、1本のヒットで1点取りたいっていうことを考えると、やっぱ林の足っていうのはやっぱ考えるだろうね。そうですね、結局お前は何を言いたいんだっていうコメントがちょっと今頭に浮かんだんだけど、まあそのぐらいは迷うっていうね。ここはそうですね、うん、まあまあ、先発陣がいいのでどうやってそこを打ち崩すというか手に入れるかっていうのが、小園がね、まあ、DeNA 側からするとすごく不気味な存在になってくると思う。やっぱ小園のあのバッティングはね、やっぱハマった時は使えるよ、使えるっていうか破壊力ある。そうですよね。ああ、ということはベイスターズ側にとってみると要注意選手を一人挙げるとやっぱ小園選手、いや小園が中心になってくると。じゃあ逆にカープ側からするとやっぱベイスターズ誰を要注意ですか。マキだ。ああもうそうですね、4番、まあ、打点王のマキ、はい、マキと宮崎で1点取れる可能性もあるから、はい、DeNA は、うん、まあ広島もないわけではないけども、その可能性としたら DeNA の方がこの2人で1点と取る可能性は強いよね、うんうん、だからターゲットは絞るとしたら広島の方が絞りやすいよ、うん、牧と宮崎というここにターゲット、もうそうですね、全集中、もうここに集中して、はい、ただ広島の場合は小園っていう風になっていると、うん、例えば西川だとか、はい、まあ、秋山だとか、うん、まあ、使うかどうかを、まあね、いろんなメンバーの中でどういう風な編成をしてくるか、どういう打順を組んでるかっていうのは分からないけども、でも他からも突破口が開けるという。そうですよね、どこからでも。で DeNA はちょっと下位打線に入るとちょっと弱い部分があって、だから山本がマスクかぶるとしたら、うん、山本の前に誰が出るのか。あ、そうですね、バッティングね、うん、だから宮崎が出て山本につながったらいいけども、その塁を進めとかないと点にならないというね、はい、ランナー一塁に出た、内野ゴロで、あ、一塁ランナーがセカンドに生きた、で次のバッターがボン出した、でもそれはサードまで進んだ、うん、2アウトランナーサード、はい、こういうケースを多く作らなきゃダメだよ。2アウトランナーサード、そうそう、はい、で、うん、1アウト取られても、うん、バントして、うん、セカンドに送っとくとか、とにかく前の、いやもうこれはね、1点差勝負になってくるから、はい、そういうことが俺は大事だと思う。よりじゃあ仕掛けるのは新井監督の方が仕掛けるのはうまい、うまい、あ、まあ、うまいっていうか、そういう選手も、ね、選手もいる、うん、はい、走ったりとか、うん、で DeNA は俺は思うけど、うん、エンドランとか、はい、いろいろやらせたら一番うまいのは牧と宮崎だと思うんだよ。そうなんですか、うん、だからここにやっぱ そういうことを仕掛けられるかどうか、あ、これはとてもじゃないけど長打を打てないとか、とてもじゃないけどなんかこうヒットっていうツーベースとか長打難しいなって思った時には、やっぱり一塁ランナーがいるんだったら仕掛けたら面白いと思う。そうですね、4番5番で仕掛ける、いや彼らが一番前から、バットコントロールという、まあ、そうか、それとセカンドに打ってショートに打ってって言ったら2人ともかな確実にできるよ、うん、それと特徴的なのが広島はあんまりとっちらからないピッチャーが多い、はい、とんでもない球が来るとか、そういうのないし、だからそういうことっていうのは有効的に使った方が俺はいいと思う。あの優勝した監督、岡田監督でも大山にフルカウントからランエンドヒット使ったり、はい、ワンがノーアウト1、2塁からだぞ、お前そう
そうですね、使ったりだとか、はい、あのブリッブリ振り回す森下にあのエンドランかけたりだとか、まあいろいろしていくから、はい、やっぱりね、他球団も負けてたらダメだよ、それは。そうですよね、うん、っていう中での豊さん、じゃあ豊さんの中では何勝何敗でファイナルステージに進むのはどちらですか？それ聞く一番聞きたい。あ、そう、予想なので、これはあくまで予想なので当たり前ですが、やっぱね、手を多く打てる、はい、俺広島が有利かなと思って、打ち方もそうだし、はい、ただ俺は条件的にやっぱキャッチャー相澤、ファーストが坂倉、これが条件で広島、これが条件ですね、うん、はい、でも坂倉が被って相澤をベンチに引っ込めるっていうことになってくると、うん、俺はなんかこう DeNA が勝つような気がする、うん、これもスターティングメンバーの見た方がいいですね、うん、それは見た方そりゃね、何にもなくてねそりゃこっちが有利だな、うん、あれが有利だなとは言えないよ。そうですよね、うん、やっぱ12球団でもトップクラスのキャッチャーがいるわけだから、はい、相澤という、ここの頭脳をどう使っていくのか、うん、っていうところがポイントだと思うよ、広島は。広島は特に、うん、うん、で、DeNA の方はやっぱり牧、宮崎の前にどういうバッターたちを置いとくかっていう、これはね、本当にバッティングがいいんだったら山本をマスクで使うんだったら、はい、山本を2番で使っても面白いと思うんだよ。おー、大胆。いや、大胆によ、うんうん、で、山本ってバットコントロールもうまいしさ、はい、小技もね、まあそこそこやってくれるというふうに考えると、やっぱ彼のバッティングの成長ってさ、結構あの急成長っていうのがあるしね、はい、ここら辺はない、やらないと思うけど、まあそういう考えぐらいを持った方が、やっぱ牧と宮崎は命だからさ。そうですね、そうそう、そうですよね。ここに全く出ないって言ったら、やっぱこう難しくなるよな、まあ彼らの状態もあるけど。じゃあ続いて、はい、パリーグです。うん、疲れたな、はい、ロッテとソフトバンク、うん、ロッテは、まあ、今の時点なんですけれども、まだ誰が先発で行くのかが発表されていなくて、その中で唯一ある情報としては、佐々木朗希投手がこの CS のファーストステージに行けないことはないというふうに吉井監督が話されてた。そこだよな、問題は。ここは、いや、佐々木朗希が、まあ、その調整段階で投げるってなると、はい、まあ、そんなにはあれだけども期待しないけども、でもまあいけますよって、まあ大体もう8割9割いけますよみたいなことであれば、これはもう予想はガラッと変わる。それはね、ピッチャーがね、とにかくロッテは苦しいよ、苦しくなってきてる。あの、そうですね、最後のシーズンがちょっと伸びてしまっただけに、伸びてるし、まあ大島っていうのがね、あのやっぱ最終戦に投げてね、日にちを空けないと投げれないからさ、まあ、そうなってくると佐々木朗希が頭でいけるってなると、それはガゼンロッテが有利になるよ。おお、あとその時のどういう投球というかピッチングかってことを、まあまあそれも今、まあ普通の朗希が戻ってきたら、これはやっぱなかなか打てないよ。そうですよね、うん、まあ、そうなってくると、まあロッテが有利かなっていうふうには考えるけど、はい、でも佐々木朗希が全く投げれないと、いや、やっぱりもうやっぱ無理させられないってなると、まあ、ソフトバンクの方が有利かなっていうような気はするよね。で、あの12日時点で佐々木朗希投手、ZOZO マリンで全体練習に参加してブルペン入りをして、まあ、松川捕手が、マスクをかぶったというところまで来てて、黒木コーチももちろんそういう状況の中でということで CS 登板は示唆しているので、もしかするとこれは本当に行く可能性ありますね。松川をなぜ上げたかっていうことだよね、シーズン終盤 で、 あ、でマスクも多くかぶらして、はい、で大事なところでもかぶらして、うん、佐々木朗希が投げんじゃないかなって思うよ。で、ね、佐々木朗希のね、あのワンバンドだとか、はい、ああいう止めるのはやっぱ松川が一番うまいと思うよな、はい、去年から今年見てると慣れてるしな、うんうん、で佐藤俊也っていうのとこう組ましてたけど、やっぱワンバウンドだとか、はい、そういうので進塁されるケースっていうのはたくさんあったからね、はい、だから松川がそうだな、うん、佐々木朗希が行くっていうんだったら、まあ、ロッテが有利かなって思う。その場合一戦目で出てくると思いますか？それはもう頭で出てくるしかない。頭取った方が勝つよ、うん、まあ、そうですね、確率的にも大きいですよね。ということは、じゃあ例えば仮に本当に佐々木朗希投手が1戦目で先発いけるとなった、そうすると2戦目っていうのはこれどういうピッター、まあ、西野とか、あ、西野投手、はい、とかいるし、うん、あとはその2戦目に総動員かけてもいいんじゃない。
あのブルペンデーみたいな感じですか。ミマも中に入れたりだとか、メルセデスも中に入れたりとか、第3戦の先発だけは取っといて、はいはい、もう総動員で行くとか、まあ、2戦目は有原かな、ソフトバンク。ソフトバンクはそうですね、1戦目がどうやらスチュワート投手で、2戦目に有原投手と言われているので、そうか、まあ、有原も手ごわいからな、うん、まあ、スチュワートもハマったらな、はい、まあ、最近は自滅もまあなかなかしなくなったし、うん、なかなか厳しいと思うけど、まあ初戦取った方がいくような気がするな。まあセパ両方ともそうですよね。じゃあ、まあ、先発陣の予想がそうなったとして、ロッテの打というものを見たときに注目されるとかキーマンになるっていうのは、打はどうでしょう。角中、角中選手、角中をどう使うかな。やっぱ角中はどんなピッチャーが来ても打てる、打てるっていうか対応が効く。で、他のバッターたちが効かないっていうわけではないよ。本当にいいピッチャーと対峙したときにやっぱ角中は勝負になるなって思う、うん、だからそれを、まあ、大体3番に置いとくと、うん、相手が嫌がるよ、はい、角中は、うん、だからそうだな、まあ、1、2番、まあ、藤岡が2番に入って、まあ、石川慎吾なんか魅力的だけどね、あの今シーズンはね、その角中選手に代わって代打石川選手っていう場面も多かったんですけど、ここはあえて例えばスタメンで、いや右でしょ、はい、あのスチュワート有原でしょ、うん、そしたらやっぱこう角中がポイントを握ってると思う、うん。じゃあ一方でソフトバンクは誰で言うとどこを注目ですか。周東だな。あ、1番周東選手、うんうん、これが出るか出ないか、はい、これがバンバン出るようになるとまあ3回出たら3点入るようなそんな感じがするもん確かにな、うん、だからそうなってくると、はい、やっぱ止めなきゃいけないのは周東だよね。ややこしい。確かに周東選手ワンヒットであの1点本返ってこれますからね。だからやっぱシュートを要警戒、まあ、柳田近藤っていうのは、うんうん、ホームランさえ打たれなければ、はい、次のバッターたちでなんとかなりそうな感じがするんだけど、はい、シュートの足は止まらない、うん、そうですね。だから犠牲フライでも1点というケースもあるだろうし、はい、ああそうですね。やっぱ足っていうとやっぱりソフトバンクの方が、いや和田がいるから、あ、まあまあロッテにはそうですね、和田選手いますけど、だからまあただここは先発で使わないだろうからな、うん、それと上位には使わないだろうから、はい、まあ、そんなに足って言ってもあれだけど、柳田近藤の前にシュートが出るとややこしい。この前でもな、3投仕掛けたら柳田が打っちゃったんだよね、うんだからまあそういうケースもあるしね、はい、隙見たら必ず走ってくるから、うん、これはちょっとシュートを警戒しておかないと、うん、まあ、配球とかいろんなものが変わってきて、はい、ちょっとややこしくなるだろうな。とにかくシュート選手を塁に出さないっていうことをちょっとロッテのピッチャーは、うん、まあそうだね、はい、あとはやっぱこう風だよな。そうですね、ZOZO なのでやっぱ血のりっていうのがあるよな、多分な。ありますね、うん、やっぱピッチャー有利になってきますもんね、ロッテの。まあピッチャー有利にはなってくるし、うん、もう慣れてる環境と、はい、あとはウグイス用の人が、そうなんですよ、最後なんですよ、2位に持ってきちゃったみたいなね。そうなん、サブローってちょっと古いですけど、サブローだけどすいません、サブローがね、私の中でずっと出てくるんですけど、最後なんですよ、ね、はい、そういうなんかこう3位だからな、ソフトバンクはなんで3位やるって思うけどな。去年も何、まあ、あと一勝すれば優勝だったよな。優勝だぞお前、それがお前サヨナラホームランを食らう、最後勝てないと、ね、なんかそう最後の土壇場でっていうね、うん、苦い思いを去年と今年ありましたけど、だからまあそういう意味ではソフトバンクのプレッシャーっていうのは相当なものがあると思うしね、はい、でロッテはなんか頼むたで2位になったみたいな、うん、でも130試合目で俺たち2位だったのに4位に落ちちゃったよみたいな。そうですよね、最後の決戦、まあ、あそこで勝ち切ったというね、はい、まあ、そういう勢いっていうのは出るのかなっていうふうには思うけどね。じゃあズバリファーストステージから勝ち上がってセカンド、ファイナル行くのは。いや、これはもう条件付きだよ、佐々木朗希ですか。まあ、それが投げられるってなると、はい、もうそのシーズンにやったこの試合は40球とか、うん、次の試合は70球っていうようなことは多分しないと思うんだよね、使い切ると思うんだよね、まあ、そうなってくるとやっぱりロッテが有利かなって思う。これで佐々木朗希投手が出なかったらソフトバンク、ね、うん、じゃあもうこれ第1戦目の本当にピッチャー先発、うん、楽しみです。やっぱ見ないと分かんないよそう、今何もないでしょ、何もない予想だって、ね、いやいや、やっぱ状態っていうのがさ、ある程度こっちも教えてよみたいな確かにな、思うけどね、うん、まあまあそうなってくるかなというね。
そうですよ、ね、あれだけ苦しんがもう終盤苦しんだロッテが2位になったっていうのはすごい評価していいと思うんだよ。9月連敗ありましたから、ね、いや連敗あったしもう主力は抜けるし、うん、ピッチャー離脱するしさ、相当苦しい中やっぱ勝ち抜けたっていうそういう自信というものがなんかクライマックスに出てきそうな気はするな。まあ、でも面白い、本当今年はセパともに2位と3位が最終戦まで分からないっていう状況の中勝ち抜いたこの2チームずつなので、でもトップのチームとは十何ゲーム離れてるわけだそうなんですよね。なんか上からこうやって見てて何をやってんのこいつらみたいなそんな感じだったかも分かんないけど、ね、オリックスと阪神はそうかもしれないですけどもね、うん、まあね、オリックスと阪神と戦える権利を持てるのはどこのチームなのか、まあ、楽しみだな、はい、楽しみにしたいです、はい。